どうも、素敵な山の話です。今回は日本の登山系 YouTuber 登録者数トップ10を調べてみました。2021年の5月の28日午前中現在の登録者数になりますので、変動に関してはご了承ください。あとアップされている動画、メインの動画ですね、そちらが登山系であることが条件になりますので、この人入っていないなというケースがあるかもしれませんが、そちらも合わせてご了承ください。それでは行ってみましょう。第10位は山広。バイク、キャンプ、登山といくつかのジャンルの動画をアップされています。カメラがお好きなようで、映像にこだわって動画をアップされていますね。登山自体はさほどキャリアは長くないようなのですが、その等身大のですね、ご自身の姿をそのまま動画に出されていて、こう疲れたですとか、ちょっとこう弱々しい場面なども出されて、すごく好感が持てるような参考動画もたくさん出ています。ご夫婦で、YouTuber をされていて、奥様の方も登録者が非常に多い大きなチャンネルです。第9位はジュリキャンパー。10位の山広さんの奥様が運営するチャンネルですね。上げている動画のジャンルはバイク、キャンプ、登山と同じなんですが、そのジュリさんの視点から動画を撮られているので、山広さんのチャンネルとこう合わせて見ることによって、相乗効果で楽しさが増すチャンネル構成になっています。ご夫婦のチャンネルって羨ましいですよね。第8位は大人女子の山登り。真由美さんというモデルの女性の方が運営されている YouTube チャンネルです。メインの動画はほとんどが参考動画で、まさに山チャンネルという感じですね。映像も女性らしく、柔らかくふわっと綺麗な映像にこだわったものをアップされています。どうしても YouTube というとバタバタした展開の早いものが多いので、そういう映像が苦手な方にはおすすめのチャンネルですね。第7位はマリア。マリアさんというフィットネストレーナーの方が運営されている YouTube チャンネルですね。もう皆様もご存知だと思いますが、最近ですね、結構アグレッシブな登山をされて急成長していますね、このチャンネルは。もともと初めの頃は、フィットネス系のダイエットですとか、そういった企画の動画を上げられていたんですが、登山動画をこう出すに従って一気に急成長を遂げているチャンネルですよね。おそらく今一番勢いがあるチャンネルだと思います。動画の内容自体もソロの女性登山として結構こうギリギリのラインをですね、ついているようなところがあって、そのハラハラ感がたまらないということで、おそらく急激にファンを増やしているのかもしれないですね。もともと空手などもやられていて、全体的に身体能力や精神面にすごく自信のある女性なのかもしれないですね。第6位は登山教室クリアドベンチャーズ。栗山さんという上級登山インストラクターの方が運営されている登山チャンネルです。内容としては登山のハウツー系なんですが、安全に特化した内容が多いですね。どうしても初心者の方、あと一般登山の方には敷居が高いチャンネルなんですが、内容自体はですね、さまざまなジャンルのものを挙げていますので、必ずお役に立つ最新の情報なども織り込まれていますので、経験に基づいた独自のオリジナル情報なども発信されていますので、このチャンネルは一度は覗かれた方が良いのではないでしょうか。第5位は板垣 TV。 板垣さんという男性の方が運営されている登山系の YouTube チャンネルです。もう皆様もご存知ですよね。アクアリウムの動画を含めると10年以上前から運営されている老舗の YouTube チャンネルです。登山の動画、登山ギア動画、撮影機材などのそういったレビュー動画も含めて、トータル的に動画を上げてらっしゃいますね。多くの YouTuber、 現在の YouTuber に影響を与えている方で、おそらく板垣さんの動画を見て YouTube を始めようと思った方も多いのではないでしょうか。第4位は山月移住者の日記 by もじゃまる。もじゃさんとまるさんというご夫婦の掛け合いが売りのすごく面白い、トーク中心のチャンネルですね。道具の紹介レビューであったり、装備の紹介であったり、定期的な参考動画であったり、さまざまなジャンルのもの、ライブ配信もそうなんですが、さまざまなジャンルのものを挙げられていますが、
一応にしてこうやはり中心の線を捉えているのがご夫婦の掛け合いですよね。この部分がやはりファンの方の心をがっちり掴まれているんだと思います。あと YouTuber としての、経歴も異色で、 YouTuber をしながらクラウドファンディングでお店をオープンされるなど、ちょっと独自の路線を行かれていて、すごく、参考になる、ためになるチャンネルですよね。 YouTuber をされている方からしてみると、あ、こういう風な活動もあるんだという風な勉強になるチャンネルでもあります。第3位はバックカントリームービーズ、バックカントリー穂高登山。もともとはですね、長野県安曇野市にあるバックカントリー穂高というお店が運営している YouTube チャンネル、そちらのオーナーの太田さんという方が運営されている YouTube チャンネルですね。老舗チャンネルで、もうほとんどの方がご存知だと思いますが、10年以上の歴史を持つチャンネルですね。ガイドの資格を持つ太田さんが、登山の王道ですね、安全に関わる王道な知識をしっかり真面目に、情報発信されているチャンネルです。もともとですね、そのバックカントリー穂高という組織自体もちょっと読ませてもらいますが、目的としてまず一つ目が安全で快適な登山のための技術知識経験の提供、安全快適登山のための道具の販売、山岳遭難捜索救助の補助活動と、登山の根底を支えるようなものをしっかりですね抑えた活動をされています。こういった真面目なチャンネルがですね、しっかり上に食い込んでくるというのも登山チャンネルの特徴であり、嬉しいところですよね。第2位はジン。もう知らない方はいらっしゃらないですよね。ジンさんという爽やかなイケメンの男性の方が運営されているチャンネルですね。アップされる動画の内容はほとんどが、まあ、参考動画ですよね。しかも最近に至っては非常に長尺の動画ですね。これをハイグレードな映像で編集されて、まあ、アップされているんですが、あれをこう最後まで見せられるというのは本当にすごいですよね。あの編集に関しても相当時間がかかるはずなんですよね。本当にもう頭が下がります。やはり評価されるチャンネルというのは、それだけの何か労力や苦労であったり、こだわりがあるということなんだと思いますね。では栄えある第1位は、カホの登山日記。もう当然の結果ですよね。もう皆様もご存知だと思います。カホさんという女性の方が参考動画を中心に、アップされているチャンネルですね。あの爽やかなビジュアルと天真爛漫なそのキャラクターと、何よりも登山が好きだというのがこう全身から溢れ出すあの感じですよね。やっぱりその登山、山が好きだということが伝わるというのはすごく大事だと思いますよね。やはり山好きも、私もそう、私的にもそうですが、他の方たちも山が好きな方だったら、あ、この人山好きなんだなっていうのが分かるはずなので、それが何よりも好感が持てるチャンネルだと思います。精力的に動画もすごい本数をアップされていて、頻度もすごいですよね。もう本当に大変だと思います。頭が下がりますね。やはり総合的にそれぞれのキャラクター、あとはそれぞれの考え、あとはそれぞれの技術、そういったものを全てですね合わさって、こういった結果につながっているんだと思います。まだまだ、修行が足りない私的な山の話です。この後はですね、ランキングとはまた別に私的におすすめする6チャンネルのお話をして、最後は締めくくりたいと思います。ではおすすめの6チャンネル一気に行ってみましょう。まずは竹チャンネル。美しく見応えがある映像が特徴で、北アルプス縦走や下野廊下の映像などはもう本当に圧巻ですね。ぜひ見ていただきたいです。そして次がトマホークスキー。これは山スキーの専門チャンネルなんですが、こんなところ滑るのという迫力の映像が特徴です。もう普通だったら滑れないよなというような場所をやはり滑っているので、山スキーの本当の醍醐味をここに見ることができると思います。そして次は沢狂い TV。もう沢登りに特化したチャンネルです。
沢登りのことをまず学びたい、沢登りってどういうものなのというのを勉強したい方には本当におすすめのチャンネルなので、ぜひ覗いてみてください。次は竹ムービー、こちらはクライミングの専門チャンネルなんですが、やっている内容も結構すごいことなんですけれども、そのクライミングの技術云々だけではなくて、何か全編に通してこう広がるコミカルな雰囲気ですね。こうただこう登山だけの動画、クライミングのだけの動画って飽きてしまいますけど、なんかこうちょっと面白おかしい雰囲気がこうツボにはまる方がいるチャンネルだと思います。そして次が山の YouTuber 金の猿、山岳ガイドを目指す若者、太郎さんが運営するチャンネルですね。一瞬ですね、出だしはチャラい感じがあるんですけど、ただ内容としてはですね、すごく山に真摯に向き合っていて、ポイントポイントでですね、ガイドを目指す方ならではの解説なども加わっていて、すごく勉強になります。このチャンネルもおすすめです。そして最後は源流居酒屋陽子。これはですね、登山というよりももう渓流釣りなんですが、バリエーションで登って渓流釣りをするというチャンネルなんですが、本当にですね、この陽子さんが軽い感じでやってるんですが、ご夫婦で入っているんですけれども、あとまあ何かお仲間と入っているんですが、軽い感じでやってるんですが、結構やっている内容はがっつりハードな内容です。そこでこうバンバンイワナなどを釣るんですけど、まあそれがですね、またそこからその魚を使って、居酒屋が始まるというような、その動画のコンセプトも非常に面白いですよね。いかがでしたか？やはり好みがそれぞれの方々あると思いますので、今回お勧めした内容は全てではないと思いますし、当然動画の登録者ランキングが全てだとは思いません。ただきっと、その登録者が多いということには何か理由がありますし、自分に引っかかるものですね、こう何か面白いなと思うものには何かがあるはずですので、よろしければ今回のご紹介した動画を一度覗いていただいて、このですね、山に行けない期間をより満喫できるようにしていただければと思います。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。次回はですね、今は企画は検討中です。ではまた次回の動画でお会いしましょう。さようなら。